3月30日木曜日12時20分過ぎです。今日の昼はかき揚げうどん、マカロニサラダ、蒸しなす、崎陽軒のシューマイ1個、もやしのポン酢和え、皮ごと食べられるぶどうです。3月30日木曜日午後7時過ぎです。今日の夕食は鶏のガーリック焼き、ボイルキャベツ 60g、 蒸しなす1/2本、ボイルブロッコリー 60g、 糖質ゼロのビールです。3月31日金曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は納豆、カニカマ、小松菜のおひたし、ブロッコリーのサラダ、豆腐と油揚げとわかめの味噌汁、おかか昆布、ご飯です。